第106回全国高校野球選手権大会第8日、2回戦県大高崎1の日弁学園、2024年8月14日甲子園、春夏連覇を目指す県大高崎、群馬は、9回に勝ち越し点を許し、12で地弁学園、奈良に敗れた。プロ注目の世代の一捕手、箱山春と首相、3年は2回戦で姿を消したが、 自慢の強権で3度、チームのピンチを救った。1対1の同点で迎えた3回虫1塁の守備で、相手の二刀を阻止。5回2死12塁の守備では、1塁走者のリードが大きいと見るや、すかさず送球して刺し、最速154キロ右腕、石垣元気、2年、のピンチを救った。さらに9回1死12塁の守備では、 相手バントを素早く勝利して二塁走者を三塁で封殺した。四番打者としては、4打スームアンダに終わった箱山は試合後、涙流しながら、二度と高校野球ができない。すごい、悲しい。最後の夏で、初めて夏の甲子園に来れて、すごい注目度の中で、春夏連覇を期待された中で臨んで、こんなに早く負けてしまうなんて、すごい舞台だったですけど、悔しいです。 と絞り出した。チームを引っ張ってきた首相として、本当に最初は関東大会も出られるかっていうレベルのチームで、本当に野球がつまらない時期が多くて、でも仲間がいたからこんな幸せな思いもできたし、夏は日本一になれなかったけど、日本で一番仲間に恵まれて最高なキャプテン生活を送れたと思います。と仲間に感謝。攻撃陣が思った以上に、 自弁学園の田じかに手こずってしまった。投手陣は最後の甲子園の舞台で自分の力を発揮してくれたと思います、と振り返った。9回のバント処理については、1点ゲームと思っていたんで、1点を絶対に阻止するために、なるべく3塁で刺そうと、見た瞬間に刺せると思ったんで、ジャンピングスローになりましたけど、ちょっと無理していったんですけど、3塁手がカバーしてくれてよかったです。 と振り返ったが、直後に決勝打を浴び、石垣が腰を痛めていたんですけど、それに気づけずに、あんまりいつもより変化球も丁寧に投げてたんですけど、ちょっとあの回だけ甘く入ってきてて、それに気づけずに普通に入ってしまった。自分のミスかなと思います、と2年生エースをかばって見せた。後輩たちに向けては、本当に支えてもらった投手陣がいるんで、加藤だったり、 そういう選手を中心に人宮大会であったり、自分たちを超える成績を作ってもらって。自分たちは春夏甲子園に出場できたんで、9年行けてなかった県大高崎を夏に行ける学校にしたっていうのは自分たちが目標にしていたことなんで、それを崩さずに来年も夏に行ってもらいたいなと思います。と話し、自身の進路について選抜終わってからプロを目指してやってきたので、 これからも練習して、選んで、指名して、いただけるようにやっていきたい、と言い、甲子園の土は拾わず、甲子園は思い出作りできたわけじゃないんで、自分はここにプロになって戻ってきたいという思いがあったんで、と話していた。